皆さんこんにちは。元ロワッソクマントミッドフィルダー原田拓です。絆対談、今回のゲストはロワッソ熊本ディフェンス15番の青木武史です。さて今回は平田紀行様からお送りします。本日は取締役執行役員藤本康弘様にお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤本です。よろしくお願いします。当社はですね、はい、自動車とか、はい、あと半導体の、まあ、装置とか部品を作る製造ラインを作ってる会社なんですよ。新工場は建設中ということを聞いたんですけども。そうですね、約70億ぐらいをかけて今新工場を建設中です。まあ、出来上がるのはだいたい2020年ぐらいになってしまうんですけど、相当大きな工場ですね。はい。そんな中ちょっと平田紀行様、皆さん ご存知かとは思うんですけど、今シーズンからロワッソ熊本のユニフォーム胸スポンサーに、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。でまたそんな中9月8日ですね、はい、大分トリニタ戦でもまたサンクスマッチも開催していただくという中で、はいはい、もう毎試合なんですけどここはそうですね、勝っていただきたいんですけどですね、はい、その中の7月から CM の方もですね、はい、ロワッソ熊本の CM かなかもだもうほぼロワッソの CM と言っても過言ではないようなですね、うん、CM も作っていただきまして、はい、もうでまた最後の「かなう」っていう字の中に、うん、キランキランってなるところが、はい、J1 が本当になったという、社長がもう本当に思いを込めて作った CM で、頑張れというそういうメッセージを送ってるだけではなくて、皆さんからロワッソ熊本からこう力を我々がサポーターがいただいてるんだというそういう思いもあるんですね。ですからロワッソの思い夢も我々の夢も一緒だというところで、そういう意味で叶うという歌とか文字を選んでます。はい。それこそ試合前になんかモチベーション、気持ちを高ぶらせるためのなんかそういうモチベーションビデオみたいな、それぐらいのものがあると思う。今日上に社長いますんで、はい、後でその話をしていただくと社長も泣いて喜ぶかもしれないですねということで藤本さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さてここでお約束の一問一答いきましょう。はい。ストロングポイントは気持ちです。座右の銘は人間万事採用が馬という言葉です。ルーティンはいろいろありすぎて、一言では言えないです。仲がいいよく絡む選手最近移籍してきた水野選手がロッカー隣なんでよく話してます。サッカーを始めた年齢は、小学校3年生の時に始めました。どういうきっかけ？きっかけは上の先輩とサッカーしてて、たまたま股抜きをして、でその先輩にサッカーうまいなってなって誘われてそのまま入ったっていう感じです。プロサッカー選手として一番大事なことは？大事なことは自己管理が大事かなと思います。サッカーをやってきて一番の思い出は？やっぱり優勝した時が一番思い出深いです。プロサッカー選手になって良かったこと？良かったことは試合に勝って、周りの関わってくださる方々が喜んでくれた時です。プロサッカー選手になって悪かったこと？悪いことっていうか、まあ本当悔しいのは、まあ、さっき言ったのと真逆で、負けた時に、皆さんの期待に応えられなかった時です。サッカー選手じゃなかったら何になった？多分学校の先生になってました。いくつまで選手にいたの？目標は40歳ですけど、まあ、1年1年、大切にいきたいです。引退後は？引退後は自営業でもやってるかもしれないです。プロになれた人となれなかった人、一番の違いは何だと思う？人との出会いだと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと竹ちゃん、はい、気になったのちょっと掘り下げていきたいと思うんですけど、はい、まず座右の銘、はい、人間万事作用が馬、はい、いいねいいの？いいよね。いいの？
いいと思ってたことが悪く転じる時もあるし、悪いことがいいことにつながってる場合もあるっていう、その人生のすべて、人の、人生はそういうことなんだよっていう言葉、それこそ岡田監督って、岡田さんとか松井秀喜さんとか座右の銘なんで。ああ、そうなんだ。それはでは自分もサッカーに置き換えてとか、サッカーもそうだし自分の人生。じゃあ次、ルーティーン、はい、気になったの。いっぱいありすぎるからルーティーンを作ってないみたいな。いや、そういうこと。作ってて、だから一問一答で答えきれないっていう。あ、いっぱいあるの。例えば、試合に入るときに右足から入るとか、まあ、ストレッチ試合前これとこれやるとか、こういう動きをアップの前にやるとか。何個ぐらい、数えたことないから分かんないけど10個以上ある。だ、試合前にやってるじゃん、わけで。あれはだからいろんな種類を、それ足上げたりとか、なんかそういうのも。じゃあ10個以上だ。大体同じことやってるから。なんか変わったルーティンとか。変っていうか、人から突っ込まれることが多いのは、ハーフタイムね、梅干し食べるんだけど。マジで？あれ何食べてんのっていうのはよく言われて、で、前のチームの監督に、あいつハーフタイムいつもなんか口もぐもぐさしてんなみたいになって。それもルーティンの一つだよね。まあ、ルーティンっちゃルーティンじゃん。今でもハーフタイムに梅干し3個4個食べて。マジで？ということで、はい、今回からちょっと新しい企画で視聴者プレゼントすることになりました。はい。で、サインとなんか面白い一言を書いてほしいんだけど、ちょっと期待してるんで、ちょっとお願いします。面白い一言も添えて、サインをまず。面白いこと、面白い一言、じゃあ書かせてもらいます。必勝とかなしに、必勝とかなるほどまあ面白いんじゃない。僕ならではっていう。ならではだね、面白い。初めて書いた。いいよというわけで、この青木選手のサインをプレゼント、応募方法は後ほど。応募お待ちしております。